ソニーロリンズ、ソニーロリンズ、ソニー,ロリ,ソニーロリンズ。1930年9月7日隊は、アメリカ合衆国のジャズサックス奏者。本名セオドア・ウォルター・ロリンズ、ティードー・ワルター・ロリンズ。ハードバップのサックス奏者。長年、アルバムとライブでアドリブやリラックスしたプレイを披露し、多くのジャズファンから評価されている。1930年9月7日。 アメリカ合衆国のニューヨークで生まれた。7歳の頃、ルイ・ジョーダンのレコードを聴いて、サックスに興味を持つ。9歳でピアノを、11歳でアルトサックスを学び、高校時代にテナーサックスに転校。この頃、ジャッキー・マクリーンやケニー・ドリューと一緒にバンドを組んでいた。また、大御所サックス奏者のコールマン・ホーキンスが近所に住んでおり、 サインをもらうためにホーキンスの自宅に押しかけたこともあったという。その後本格的にプロの道に進み、1949年にレコーディングを初経験。同年、JJ ジョンソンのレコーディングに参加し、初の自作曲、アウドボンを提供。さらにバド・パウエルと共演。1950年、マイルス・デイビスと出会う。マイルスは当時のロリンズに関して、 バード、チャーリー・パーカーと同じようなレベルでサックスを吹いていると、いう連中もいたと証言していい。1951年1月17日、マイルス・デイビスのリーダーセッションの傍ら、初めてバンドリーダーとしてのレコーディングを行う。この時、ピアニストのジョン・ルイースが所用で帰ったため、マイルスが代わりにピアノを担当。それを機に、ロリンズは、プレスティジ・レコードとの契約を得た。 なお、ロリンズが初めて自己名義で録音した、I know は、後年になって、アルバム、ソニー・ロリンズ・ウィズ・ザ・モダン・ジャズ・クアルテットに、追加収録される。その後もたびたび、バンドリーダーとしての活動と、並行して、マイルスのレコーディングに参加。1953年3月に、マイルスのセッションに参加した時は、ロリンズが憧れていたチャーリー・パーカーも共演し、その模様は、マイルスの、 コレクターズアイテムズで聴ける。1953年10月に行われたロリンズのリーダーセッションではモダンジャズクアルテットがバックを務めた。1954年音楽活動を停止してシカゴに引っ込むが、1955年11月クリフォード・ブラウン・マックス・ローチ・クイーン・テットの一員として活動再開。さらにローチのサポートを得てバンドリーダーとしても再起する。 そして、1956年のリーダーアルバム、サキソフォンコロッサスが高く評価され、一躍知名度が上がった。本作の収録曲、セントトーマスは、21世紀に至るまで、ロリンズのコンサートで重要なレパートリーとなった。イギリスのジャズロックバンドらも、同曲をカバーしている。その後は、ブルーノート、コンテンポラリーレコード、リバーサイドレコードなど様々なレコード会社に、 多くの録音を残した。この時期の代表作としては、ウェイアウトウエスト、ニュークスタイム、ビレッジバンガードの夜、フリーダムスイートなどがある。また、1957年11月29日、電動カーネギーホールでコンサートを行った。1950年代末には人気の絶頂にあったが、ロリンズは自分の演奏を見つめ直すため、突如引退。最初は、 近所の公園で練習に励んだが苦情が来たため練習場所をイリアムズバーグ橋に移した。1961年11月に活動を再開しほどなく RCA ビクターと契約。1962年初頭にはジムホールなどを従えて久しぶりの新作をレコーディング。アルバムのタイトルは練習場所にちなんで橋となった。同年発表の ホワッツニューは、ラテン音楽からの影響をふんだんに取り入れた明朗な作品となったが、一方、ライブアルバム、アワ、マン・イン・ジャズでは、フリー・ジャズのドン・チェリーなどと組み、前衛的なアプローチも見せる。1963年のニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演した際、ロリンズにとって憧れの存在だったサックス奏者コールマン・ホーキンスと共演し、ホーキンスをゲストに迎えた。 アルバム、ソニー・ミーツ・ホークも制作。同年、初の日本公演を行う。演奏のみならず、モヒカン狩りの頭で、日本のファンに強烈な印象を残した。ロリンズは、後年、僕は、同じマイノリティ。アフリカ系アメリカ人として、インディアンが抱えていた、社会問題とは無縁でいられなかったから、衝動的に髪を剃ったと発言している。その後インパルス。 レコード2席。1966年初頭、イギリス映画、アルフィーの音楽を制作。同年制作したイーストブロードウェイランダウンが、ロリンズにとって1960年代最後のスタジオレコーディングとなった。1968年、二度目の日本公演を行った。同年、精神修行のため、インドを訪れる。1969年秋。 見タ活動を停止した。1972年、マイルストーンレコードに移籍。復活作、ネクストアルバムでは、1960年代以末から流行しつつあった、エレクトリックジャズの分野に挑戦。1973年から1976年にかけて、日本人ギタリストのマシオヨシアキが、ソニーロリンズのバンドに参加していた。1977年のアルバム、 e ージーリビングは、Stevie Wonder のカバー、イズントシー・ラブリー、可愛い愛者が話題となった。1981年、ローリング・ストーンズ、姿勢の男のレコーディングに参加。ストーンズのドラマー、チャーリー・ワッツは、以前から喫水のジャズファンで、ミック・ジャガーから、最高のサックス奏者は誰かと相談され、ロリンズの名前を出したという。その結果、 本当に共演が実現し、チャーリーは後年、目の前で吹いている姿が見られて感激したと、10回している。この時、ロリンズが参加した、友を待つ、ウェーティングオンアフレンドは、シングルカットされ、ビルボード全米シングルチャートで13位にまで上昇した。1985年7月19日には、ニューヨーク近代美術館で1時間近くにわたって、 無伴奏のサックスソロを演奏し、話題となった。その一部始終は録音され、ライブアルバム、ザソロアルバムとして売りされた。1986年、ジャズとクラシック音楽の融合に挑戦し、テナーサックスとオーケストラのための競争曲を作曲。オーケストラ編曲は、フィンランドの指揮者イッキサルマントが担当。5月18日の東京公演で、 読売日本交響楽団を従えて初演され、その模様の一部は DVD、サキソフォンコロッサスで主張できる。1989年の作品、ジャズに恋してでは、ロリンズを慕うサックス奏者、ブランフォード・マルサリスと共演。2001年9月11日、ロリンズは世界貿易センターからわずか6ブロック先の場所で、アメリカ同時多発テロ事件を目撃。 大きなショックを受けるが、妻の支えもあって、9月15日のボストン公演は、キャンセルせずに観光。ロリンズは、メンバー紹介の後、音楽の素晴らしさや、美しさについて、改めて力説した。この模様は、2005年にライブアルバム、Without a Song として発売される。2005年、活動を縮小することを発表し、11月に、再度日本公演を行う。その後、 自主レーベルのドキシーを立ち上げ、2006年には6年ぶりのアルバムソニープリーズを発表。2007年9月18日、カーネギーホールで50周年コンサート、ロリンズ初のカーネギーホール公演から50年という意味を行う。2008年5月に再度日本公演を行う。1980年代以降のジャズシーンの代表的サックス奏者として知られる。 ブランフォード・マルサリスは、高校から大学にかけての時期、ロリンズ風に吹きたいと思っていたから、毎日のように聴いていたと語っている。また、ロリンズは、ウェイアウト・ウエストなど多くの作品で、ピアノ抜きのトリオ編成での演奏を試みた。サックスは、構造上和音を出せないため、こうした編成で、バンドサウンドに厚みを出すのは難しいが、それで、多くの名演を生み出したロリンズは、 やはりウのソリストと言える。作曲面でも、セント・トーマスなどのスタンダードナンバーを生み出した。サックス奏者はもちろん、ビル・エバンスやマル・ウォルドロンなどのピアニスト、ウェス・モンゴメリーや、ジム・ホールなどのギタリストも、ロリンズの作品を取り上げている。また、カリプスやボサノバといったラテン音楽を、早くからジャズと融合させていたことも特筆べきである。文学の分野でも、 ロリンズへの敬意が伺える作品が存在する。筒井康隆のジャズ小説、文芸春秋、i s b n 4 1 6 7 1 8 1 1 0 X は短編小説、ソニーロリンズのように収録。書籍、ムック、サイト。オリジナル英文ライナーノート、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。